はい、どうも皆さん、こんにちは、ローちゃんです。今回は、前回のね、のせ YG の産卵セットのね、続きですけど、今回はね、川西のね、大クワになります。こちらですね、前回の YG と比べるとね、顎のね、ここの張り出しとか、太さがね、全然違って、こっちの方がね、すごくごつく見えます。大きさはね、82をちょっと割るか割らないかってとこでね、まあ、約82ミリっていうね、とこです。まあ、すごくかっこよくてね、大きさも大きいんでね、ただ幼虫の還元率があんまり良くないらしくてね、この成虫、もらい物なんですけど、もらい物ってまあ買い物なんですけどね、友人から。で、最終体重が35グラムをちょっと超えたぐらいで、81とか2とかになるらしいんですね。なのでね、まあ、だいぶ大きくしないと大きい個体は望めないかなと思いますけどね。太くてごつくてかっこいいんでね、ちょっとこっちもね、YG と一緒にね、進めていこうかと思います。はい。で、オスはね、この個体、約2ミリですね。で、メスはね、こちら。前回の YG がね、56ミリっていうね、非常に大きいメスだったんですけどね。YG じゃなくって、川西はね、こっち53ミリになります。大きさ的にはね、まあ、オスと、いい感じに、バランス取れたメスかなと思います。いや、やっぱね、すごい分厚くてね、でかいですよね。大クワガタのメスってね、でかいですね。そんな感じですね。まあ、メスの違いはね、そんなに出ないっていうかね、でかいなぐらいにしか思わないんですけどね。メスはね、こんな感じですね。こっからはですね、前回の動画と、あんまり、変わり映えがない動画ですね。まあ、マットを引いて、産卵木ないですよね。これで産むのかっていう産卵木しか手に入らなくて、ちょっとね、不安なんですよね、実は。こっちもね、同居で、1週間くらいしたらオスを抜いて、ちょっと様子見かなって思ってます。川西は、これだけじゃなくてね、もう一個ね、実は、血筋が違うやつをね、いただいてて、そっちもね、セットかけるんですけど、まあ、動画的にはね、全く一緒の動画になるんで、動画ね、川西で2本分けるっていうこと、YG で2本分けるっていうのはね、ちょっとしません。こんな感じでいいですかね。前回の動画ね、ゼリー入れ忘れてましたね。っていうことでね、今回はこんな感じで終わっていこうかと思います。ちょっとね、短い動画でね、立て続けにちょっと出させてもらいました。YG とね、川西スタートさせましたよっていうね、ちょっとまあ報告も兼ねた動画に、ね、なります。今回はね、こんな感じで終わっていこうかと思います。次回もね、よろしくお願いします。